アメリカ海軍の横須賀基地で警備艇から空砲の機関銃を使って不審船に対処する想定の訓練が実施されています。今まさに発砲音が聞こえてきています。ここベルニー公園の奥側の水域で発砲を伴う訓練は行われているとみられます。訓練は基地周辺の不審な船に機関銃で対処する想定です。横須賀市などによりますと、こうした訓練が国内で実際に行われるのは初めてです。横須賀基地や隣接する海上自衛隊の基地では上空からドローン撮影されていた可能性が明らかになり、警備体制の不備を指摘する声が上がっていました。